平林美希と脇が以外パーフェクトな、まあ、人の元から脇がとか言ってんじゃねえよ。美希さん別にな、パーフェクトじゃなかったよ、全く。欠点だらけだったけど、なんか、やっぱ人柄が良かったね、あの子。どんな時も、俺が浮気した時以外は絶対に声を荒げない。しかも浮気した時も別に声は荒げなかったの。パニックってた。何これ今みたいな。すげえパニックってた自分が、お、私どうしていいかわかんないみたいな。人に対して怒んないのね。クソ間抜けなの。めっちゃ可愛くない？超間抜けなのね。だからめちゃめちゃ人に嫌われんの。むちゃくちゃ人に嫌われんの。空気読めないから。みんな、嫌いなの。平林美希ってことは。だってさ、殺した奴を晒すすれに平林美希使いだったじゃん。お前血も涙もねえな、ほんとに。俺ですらそんなこと書かれたことねえんだぞ。こんなにニコ生で露出してて。あいつ何も露出してねえのにさ。殺した奴を晒す2ちゃんのすれにお前書かれてたんだぞ。俺報告したから。おい、お前書かれてるぞってさ。本当に信じられないって。こんな人が世の中にいるなんて信じられないって言ってたよ。すごい純粋でしょ。だあの人には人のこと嫌いにならないから、自分がそういう風に思われるっていうのを理解できないんだよ。天使だよ、本当に。家事とかできないし、別に勉強もできないし、別に見た目もなんかとびきり美人じゃないし、だけどなんかすごい好きだった。素敵な女の子だったね、めっちゃ。すごく素敵な女、多分絶対幸せになるよ、あの人は。間違いなく幸せになるね。なんかしかも、料理が美味しく、俺意地悪したくなっちゃうのね。料理が美味しくない時に俺言うの。ゴリちゃん、これ美味しくないって言うと、そういうのが言えるのってめっちゃくない？ゴリちゃん、今日のご飯美味しくないわーって言いながら食べるの。うわー、ハンバーグお前まずく作れるってやばいよって言いながら。美味しくないって言いながら食べてたな。いや、完璧だったよ、マジで。本当に。完璧だったね。楽しかった、だから付き合ってて、めっちゃくちゃ。だから、なんか3年ぐらい付き合えたんだ。それでゴロちゃんなんて言うの、信じられない。デリカシーがないってずーっと。あいつ口癖のように言ってたから。デリカシーがないって。本当にだから、その女性関係さえちゃんとしてくれたら、俺は本当に、私は純ちゃんと結婚でき、してもいいよって言ってくれてたんだけど、俺だからでも女性関係しっかりしたんだけどね、最後の方は。まあでもいろいろあったんだよ。で、今でも仲良しだからいいじゃん、別にさ、その、ね、結婚だけが全てじゃないじゃん。別に友達としてすっげえ仲良く付き合ってんだから。めちゃめちゃ仲良しだよ。今一番仲いいよ、てか付き合ってる時より仲いいよ。あいつはいい女なんだよ、本当に素直で。だ素直すぎて嫌われるんだって。人って素直じゃないからさ、信用できないの。で、まっすぐだから空気読めないこともパンって言っちゃうの。ゴロちゃん彼氏いないの？ねえ、彼氏作って幸せになった方がいいよ。本当に。別れたからセックス一回もしてない。一回もしてないよ。ジュンってよく別れた女と友達いられるな。俺ひどい別れ方しないから。基本的に俺自分が振られるからさ、毎回。コブヘは遊ぼうって連絡したら、あなたとは会えないって言われた。東京来てるからさ、うわ、なんか久々にコブと会いたいなと思って。俺コブヘっていう女と付き合ってたの。コブって呼んでたんだけど、おいコブっつって。久々に会おうぜっつったら、あんたとは会えないっつった。別れ際すげえひでこと言われたからな。私、DV の男、2年 DV されてても、私から別れようって言ったことないのに、あんた2ヶ月で言ったんだからねって。コブヘ人生で1回も別れ告げたことないのに、ボッコボコにぶん殴られて警察だった男にも、2年間連れ去ったのに、俺2ヶ月で振られたんだよ。それ理由は言わないけど。で、俺結局振られてるからね。前代未聞だよ。宇宙一って言われたから、その時俺。俺、そのすでにだから20歳の時チャンピオンになってるからね。
二十歳の頃に。チャンピオンなってるから。お前の彼女みんな可愛くねえな、俺だな。え、コブめっちゃ可愛くない？お前しかもコブめちゃめちゃ顔もすげえ可愛くて、スタイルもすげえいいんだよ。ただ声が、ものすごい、おーみたいな。顔超可愛くて、すっごいスタイルいい女の子だったのね。雑誌モデルとかやってるような。声がゴミなの。おーおーみたいな。誰だろうな。すげえ低くて、ドブボなの、ドブボ。ドブもなのね。ゴロリが微妙だからね。ゴロちゃん普通に世間一般だったらすげえ可愛い方だよ。だタレントと比較してたらダメだよみんな。周りにいる女の子とかと比較しなよ。いや、ゴロちゃん普通に可愛いよ。俺本人にも言ってたけど。あいつ自己評価低くて私なんだよとか言ってたけど別に可愛いよ。ゴロちゃん。ミャコと比較してしまうわ。だからタレントと比較してたら可愛くないに決まってんだろ。ヒムケンみたいだよね。俺しばらくゴロリのことヒムケンで呼んでたからな。おいヒムケンつって。で、あいつが言ったら、はぁ、お前さ、人間の差別すんじゃねえや。お前ヒムケンに謝る。俺今からツイッターでヒムケンにチクるから、つって。わざと文書いて、はい、押すよ今。お前の差別付きで押すかんな、つって。なんとか、なんだっけ、あいつの言ってた、奈良産業大、なんだっけ、あいつの言ってた大学、お前マジ、あれだからな、つって。個人情報、お前マジ許さねえよ、って言いながらやってたわ。俺、母校だった、それ。そういう遊びしてました、よく。義務権ツイッターやってねえや、そうなの。相方やってるでしょ。あ、やってねえか。お前みたいに否定から入ってそうやって落としていくのって洗脳って言うの別に否定してねえや。否定してねえや。すごい仲いいよ。実は俺。彼女とか、いやなんかさ、そういうなんかロマンチックに付き合いたくないんだ。俺友達みたいな感じで付き合いたいの。常に笑っててほしいんだよ。だから俺がなんかバカして、彼女が笑ってくれるみたいなのすげえ理想なんだよ。今までの歴代の彼女みんなそれだもん。なんか笑いのツボが合う子。俺で笑ってくれる子とずっと付き合ってた。だあんまルックスとか別にほんと正直どうでもいいんだよ。とにかく俺がツボの女の子。だって居心地悪い女嫌じゃん。居心地悪い女の子嫌じゃない？こっちが気使う。居心地いい方がいいじゃん。まだ女の話題してんのか、別に。女とかの話が一番いいんだ。